じゃあこれ行ってみます。いいですか。うん。飲んで。こっちの方があれじゃない。冷えてる。こっちの冷えてる。でも全然冷えてんの。飲んだよ。冷えてる飲んだよ。じゃあこっちに、ね、もう一個飲んだ。あ、そうなの。じゃあ俺この。シークワーサー。シークワーサー。じゃあこれ冷えてる飲んでいい。冷蔵庫に入ってる。ビールもだよ、これ結構消費すんね。そうですね。1回で。やっぱ24本ぐらい。じゃあ3人で。3人でこれ持って。あ、ここに。ある。ある。あの、これ何ですか、混玉？うん。紅玉。紅玉リンゴ。こうやってやると黒くて見えない。あ、見えないね。でもまあまあ。まあいっか。うん。お願いします。紅玉リンゴ。美味しい。じゃあ、いただきます。紅玉リンゴ。これ日課の、日課の紅玉リンゴってやつ。日課の紅玉、ああ。いってみます。スパークリングワイン。うん。スパークリングワインなんだ、美味しいね、これ。美味しい。アルコール分 3% 少なすぎだって。そりゃあジュースだ、うん、果実酒ね、こうね、ジュース美味しい。美味しいです。美味しいよね、これ。うん、美味しいです。女の人にはね、なんかリンゴの味もあって、もう本当にジュースみたいな感じで、うん、これでスパークリングワインがこういうもんなんだと思えば、ね、スパークリングワインが飲めるようになりますよね。うん、騙されて。確かに。うまいうまい。これうまい。リンゴ。これすごいですね、うまい。何にでも合いますね、これね。うん。うん。もやし、これさ、全部落ちちゃうんじゃないの、下に。もやし。だから、引くんだよ。引くの。うん。あれね。これじゃあ押したらいいんじゃない。うまいね、これ。紅玉、うん、でも甘いのが好きな人にはいいかもしれない。うん、飲みやすい。だってこれ書いてある。あ、これ限定、うん、リンゴ 100% のスパークリングワインって書いてある。限定醸造。うまいな、これ。であの部活中とかにね、あのこれ飲みながらやればね。6月まで部活中に、うん、高校の部活中とか。そう、今のはちょっとカットだけど。3% はこうお酒が苦手な人にも飲めるし、まあちょっと車運転してたら無理だけどね、うん、少なからず入ってるからそれは無理だけど。やばいやばい。なんかもう無理やり考えでしょ。そういうこともちゃんと言って、なんかあれをしてるよね。音声みたいなの。なんかこれやばい、これ。あ、これやばい、大丈夫大丈夫。寒いけどいけるよね、これ。うまいね、うまいねって、本当にうまいねって言ってるけど、うまいね、これ。これリンゴの種類、リンゴの紅玉って。あ、そうかもしれないね。紅玉はリンゴの種類かもしれない。限定種類かで。いろいろあるでしょ、リンゴも。そう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 。紅玉ってないかなって思ったけど、リンゴの種類だよね。富士山とかね。うん。富士山。富士か、富士。富士。リンゴって言ったら富士。これうまい。これダメ。あ、どうしよう。これアサイビールから出てんだ。ね。いや、違う、これ。日課が作ったアサイビールが。日課が作ったアサイビールから出てんですね。アサヒビールの手袋やってますね。うまいな、これ。うまいなってわざとしてるけど、はっきり言ってね、酔っ払ってるからもうね、そんな表現はできないですね。確かに。で、次ワイン飲むわ。紅玉ね。まあ、紅玉で動画一本つけたから。うまいな、これ。マジね、これ日課。同じことしか言ってね。リピートすごいね。もうね、酔っ払ってっからね、うまいなよ。何でもビール渡しました。なんで。でもこれ甘酸っぱさが特徴ですよね、これね。そう、うん、今ね、多分日本だね。で、これね、着色料とか一切ね、入ってないみたいですから、書いてあることを読めばね。うん、すごいうまい。こうバーベキューの時なんか、これみんなでね、あんまりお酒が飲めない人とかもね。リンゴ 10% のスパークリングワイン。お酒が飲めない人もこれさ、飲めばスラッとも美味しいんだよ。シークワーサー、そう美味しいよね、スラッとで、うん、粒が入っ、でも粒はグレープフルーツの粒だ。そうだよ。シークワーサーのあれかと思った。